あなたのハートにペネトレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。開幕日和でございますね。ご覧ください、富士山も開幕を祝ってくれております。ちょっと傘かぶってますけども、本日2023年2月18日土曜日、明治安田生命 J1 リーグ第J1 じゃねえやはい、テイク2。監督が、テイク2、監督にお叱りをすいません、もう一回やらせてくださいいつまで J1 のつもりでいるんだ俺は。では2回目の、ね、そのための第一歩ということで、明治安田生命 J2 リーグ第一節、清水エスパルス対水戸ホーリーホックの試合でございます。イエーイトレーナー重ね着してきたんですけど、めちゃくちゃ暑くて、4月とかそんぐらいの陽気じゃないですかね。であとちょっとチラチラ見えてたかもしれないんですけど、とんでもないものをいただいてしまいまして、いやすごいプレゼント、すごいプレゼントしまいまして、素晴らしい、すごくないですか。ちょっと今までゲーフラというものを持ったことがないんで、あげるタイミングとかぎこちないかもしれないんですけど、あのルールにのっとって邪魔にならないように、これで選手を後押しさせていただきたいと思います。で今日は実にちょうど3年ぶりの声出し応援ということで、ただ声を出すことが目的になってしまうんではなくて、選手を後押しするのが目的ですので、いやでも今日清水駅に降り立った瞬間の高揚感が半端なかったですね。去年も見に来てはいたんですけども、やっぱり声出しっていうのもありますし、開幕戦に来るのがそれこそ3年ぶりなので、去年一昨年と来れなかったので、42分の1の試合ではあるんですけども、楽しんで参りたいと思います。で今日が2月18日ですけど、5日前2月13日誕生日でして、ハッピーバースデー、バースデーステッカーなるものをいただけるということで、僕は今からもらっていこうと思います。じゃあ頑張って今シーズンも頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。レッツラゴーバラバラリベロチャンネル。誕生日だったんですけど、シールもらいました。ありがとうございます。じゃあリベロ、リベロ、はい、これを貼ってると何かあったりするんですか。プレゼントを開発させていただきます。ありがとうございます。左胸で、はい、ありがとうございます。あれですよね、今シーズンからパートナーやっていただいて、ありがとうございます、はい、やっと慣れましたあじゃあ前々から やっぱり地元の、ね、はい、人間なんで、会社をこう自分でやり始めた時から何かしらでこうなりたいなと思ったんですけど、はい、パートナーなり、まあ、何かしらの形で携わりたいなと思ったんですけど、まあ、ようやく出せたなって思います。うわー素晴らしいいるので、はいはい、やっとです、念願の今日はデビューですよね。今日デビューです。おめでとうございますですね。なんでバタバタしてると思いますけど、1年で形にするつもりでいます。ぜひぜひ、我々も応援したいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なんか、いいですか、中とか撮ってます。いいですか、はい、あ、こんなになってるんだ、はい、炭で焼いてるので、はい、普通のこう焼き芋と違って、はい、こうしっとりした食感が味わえるような芋になりますね。確かに何か普通のはなんかちょっと歯応えがあるっていうか、ああそう、何かちょっとホクホクしちゃったりとか、はい、皮がこうパリパリしちゃったりとかするんですけど、はい、こうつぼ焼きここでこうじっくり焼いた後に一回こう蒸らしたりとかするんで、すごいしっとりこうスイーツのような感覚で食べれるようなものになってます。10個で買えますか。10個は買えないんですか。実行でお願いしますすいませんありがとうございます。じゃあ私も一つください。これなんか2つあるんですけど違うんですかね。しっとり半熟、干し芋、ああになります。干し芋はつぼ焼きで焼いたお芋を、はい、天然で干してます。あで、うち
の焼き芋自体が皮ごと食べれるんで、皮付きの干し芋になってます。はい、だから、よそでは食べれない干し芋なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あとこっちは、こっちが普通の、今これ焼いて。でも焼いてた焼き芋になります。ああ、そのまま。こちらが一応、55エスパルスということで、550円。なるほど。ああ、なるほど。計算とかやってます。そういうことか。なるほど。じゃあ、お願いします。夏に向けては冷たいのも、はい、冷たい焼き芋、冷たい焼き芋、一応今日もご用意できてるんですけど、はい、こういった形で蜜すごいダラダラに出ちゃってますけど、っていうのも一応販売します。そうですね、さすがに夏場になんか熱々、夏場に暑いのはしんどいなと思って冷たいやつをご用意しますので、はい、であと夏に向けてちょっとアイス系のデザートも作れたらなっていうふうに一応関係取ってです。なるほど、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ワンタイ用ワンちゃん用がある。ワンちゃん用がある。アリス用、アリス用がある。アリス用にちょっとうちのトイプードル用に。アリス用と。とつぼ焼き芋をお願いします。すいません、ありがとうございます。はい、いただきます。あ、なんかもう触った感じ、めっちゃ柔らかい。でも見た目はなんか普通の石焼き芋と。同じです。見た目はね。ああ、柔らかっ。箸はしっとりしてる。思ってたの倍甘いですね。今日はさっきと。こうなるんだ。なんか焼いただけなんでしょうけど、こういう形に加工したスイーツみたいな、あの柔らかさ。北爪選手の提唱するエスパルスイーツ部でもぜひ入らせていただいて、皆さんも買ってください。まあ、来るたび買うそうです。いやでもそんぐらい美味しいですよ。久々のアイスター。ただいまアイスター。清水すごい。燃えよう心のシャーマン、ヒタレビトリアエスペランサ。燃えよう心のまま、つかめビトリアビバエスパン。まだ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 、オレ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 。戻し
調子かった。エスパン、オレ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 。ああ、やらしてくんないんだ。蹴らしてくれないんだ。ハーフタイム。まだまだまだ終わってねえぞ。ロコ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 、おお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 おそうな顔してる。悔しそうですね。リベロチャンネル。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね、もやる結果と内容でしたけども。惜しかったよ。で、西澤くんのあのシュートが決まってたらっていう感じだったんですけども、まあ。しょうがなかったね。シュートが良かったね。あ、高橋くん良かったですね。あのミドル守備も安定してたし、あそこから打つかと思って誰も持ってなかったですよ ね。あんな武器も持ってんだって、いや来てくれてありがとうって感じでした。でもやっぱり、ね、なんか相手のゴールキーパー良かったですよ今日は。あ、ね、山口瑠衣選手でした、ね、ちょっと顔もかっこよかったしちょっと注目していきたいと思います。いやそれにしてもですね、前半も3バックもなんかあんまりハマってるようにはちょっと見なかったかなっていう。後半に変えて、4バックに変えて、お世話になった段階で
点欲しかったです。そうですね、まあね、お互いに何だろう、ピンチとチャンスがありつつな感じだったんでね、無失点で切り抜けられたのはまあ最低限。いやでもこっから J2 の楽しい試合だったんですよね、うん、やっぱ J2 開幕戦で、うん、昨年 J1 でもちょっと勝ててない、そうですね、そのフラストレーションがやっぱ出ちゃうんで、どうしても確かに、もでそれ払拭してくれるような試合を望んでたんですよ、ね、望んでたけどね、やっぱ去年引き継いだくないなと思ったけど、うん、やっぱどっかでみんな持ってたんじゃないかなって、まあ、みんなだからサポーターをね、うん、みんな取ったりしてた、試合がやっぱ一部でやっぱブーイングれちゃったりとか、うん、仕方ないのかなって、そうですね、ここからです、またまだ、うん、こっからまたばったりな、16年の時も確か開幕が引き分けした、ね、そうですね、熊本さん最後さぬき熊本愛媛か、愛媛か、うん、はい、まあ、まあ、最後のね、まあまあ、また9連勝とか、うん、楽しませてくれるんじゃないですか、今年も。いや、その前にもうちょっと余裕を持たせてくれ。まあね、そう、もうね、最後の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 、まあ、これでね、ちょっと、うん、J2 は厳しいぞと。厳しいし、ね、ホーム、鬼門にしたくないんで、うん、そうですね。いや、まあ、決してね、水戸もよ、あの強いチームだと思うんで。うん、うん、まあ、舐めてたわけではないんですけど、ね、厳しさを教えていただいた、ね、これを教訓にしてこれからあの次の岡山戦行きますんで、私お願いします、行ってまいります、勝ってまいります、はい、まあね、初めなんでこんぐらいにしときましょうか、そうです ね、 ね、愚痴とかいくらでも出てくると思うんですけど、まあまあ、こんぐらいでね、今日はこんぐらいでね、はい、はい、本日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。この動画もしちょっとでもいいなと思いましたら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとお願いいたします。タサポさんも大歓迎です。 J2 サポーターの皆様ぜひよろしくお願いいたします。ではまた、岡山のシティライトスタジアムでお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、勝ちて勝ちる方できなかった。